皆さんこんにちは、トータス&フレンズチャンネルのたくみです。今回の動画はリクガメ初心者必見、紫外線ライト正しく使えてますかというテーマで、紫外線ライトの重要性や実際に使っている紫外線ライトの説明と、また別の動画で実際に紫外線ライトの UVB 量を測定して比較した実験みたいなこともやってるので、ぜひ見てもらってリクガメ飼育やその他爬虫類飼育の参考にしてもらえたら嬉しいです。このチャンネルではリクガメ飼育に役立つ情報などの動画を上げているので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。実は自分は過去にヒョウモンリクガメを飼育していて、紫外線不足が原因の一つと言われているクル病になってしまって、治療の甲斐なく衰弱して亡くならせてしまったことがあります。ですから今リクガメを飼っている方や飼い始めたばかりの方、そしてこれからリクガメを飼おうと思っている方にも、正しく紫外線ライトを使ってもらって元気にカメさんたちを育ててもらいたいなと思って今回の動画を作りました。ぜひ検証動画と合わせて見てみてください。まず紫外線ライトの必要性についてなんですが、そんなこと知ってるよという方もたくさんいるとは思いますが、リクガメは本来野生の生き物で日光をたくさん浴びて暮らしています。日光には UVA、UVB などの紫外線が含まれていて、甲羅や骨の形成に必要になります。 UVA は食欲を促進させたり脱皮を促す効果があると言われています。そして今回特に重要性をお伝えしたいのが UVB の方で、 UVB が不足すると体内でビタミン D3 が作られずに、このビタミン D3 がないとカルシウムをどれだけ餌から摂取してもカルシウムは体内に吸収されないわけです。そうなると先ほどお話ししたクル病などの病気になってしまって、骨がちゃんと形成されずに背骨や首、足が曲がってしまったり、あとリクガメだと甲羅がきれいに成長せずに内臓に負担がかかってしまったりして、最悪死んでしまう恐れがあります。こういったことを防止するために紫外線ライト、特に UVB を照射するライトを使う必要があります。ちなみに UVB を照射するライトは同時に UVA も出しているライトがほとんどなので、そこは UVB 用と UVA 用を2つ買わなきゃという心配は必要ないかなと思います。そして我が家で使用している紫外線ライトの紹介をしたいと思います。まず1つ目のライトはエキゾテラというメーカーのレプタイル UVB150 の 26W というライトで、砂漠地帯に住んでいる生き物用のライトですね。飼育動物例はフトアゴヒゲトカゲだったり、ケヅメリクガメ、ヒョウモンリクガメなどが書かれていますね。我が家でもヒョウモンリクガメのケージで実際に使っています。ライトの特性としては UVB 量は強めで、距離が離れると効果が弱くなることなどが書かれています。ここで一つ目の大事なポイントですが、ライトから距離が離れるだけでかなり効果が薄れることですね。この図で言うと10センチから20センチに離れただけで値が3分の1未満になっていますね。このあたりをなんとなくしか理解してない方も多いと思うので、検証動画の方もぜひ見てみてください。続けてレプタイル UVB の100の 26W ですね。先ほどのレプタイル UVB150 の方が砂漠地帯の生き物用だったのに対し、こちらは亜熱帯用の生き物用ということで、少し UVB 量が弱めのライトですね。飼育動物例はこのような感じになってます。我が家ではアカアシリクガメとロシアリクガメのケージでこちらを使っています。レプタイル UVB は2種類とも 13W と 26W のものがあって、ワット数が大きいものの方が紫外線量も両方強くなっているようです。そしてもう一つが蛍光灯タイプの紫外線ライトで、
レプティサン 10.0 UVB という商品ですね。先ほどお話ししたビタミン D3 の形成のことや、ビタミン D3 の投与は過剰摂取の危険性があることなどが書かれています。寿命が6ヶ月から12ヶ月ということも書かれてますね。蛍光灯タイプの紫外線ライトとソケットライトタイプの紫外線ライトでどれぐらい差があるのか、もしくは差がないのかなども気になるところですね。それでは検証動画の前に紫外線ライトを使う際の注意点をまとめてみました。まずは1、ガラスなどを間に挟まない。ガラスやアクリル板などは UVB をほぼほぼ遮断してしまいますので、ライトと生き物の間にはガラス板などを挟まないようにしましょう。2、金網などもできれば挟まない。こちらも検証動画で確認していくんですが、金網やネットなどが間に挟まることで紫外線ライトの効果が落ちると言われています。そして3つ目が、リクガメからなるべく近い距離でライトを照射するです。先ほど外箱にも書いてあった通り、ライトからの距離が離れるとガクッと紫外線量が落ちます。4、紫外線ライトの起源はライト自体の寿命ではなく、紫外線を出す効果のある期間のことです、という4つのポイントを出してみました。これらのポイントを検証動画で見ていくので、興味のある方はぜひ次回の動画も見てみてください。チャンネル登録すると動画をアップしたら通知がいくので、チャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。トータス&フレンズチャンネルのたくみでした。